こんな感じです、ふりかけうめええぐい、しょっぱい、ああ。さあやってきました、この時が復讐のカールでございます。はい、やりました。復讐のカールだ、ワンパン行ってる、カールだ俺は。まず一週間打ち勝って、はい、今回やるやつ小島だ。あ、俺俺やる企画なんですけど、今回一週間じゃきついんだよね、3日です。相当きついやつ。そう、相当きついですよ。これ相当きついよ。安っぽいテレビショッピングやめて。3日間何するんですか。3日間ふりかけだけ生活。ふりかけだけ生活。あ、結構ふりかけてご飯食べる。ダメです、ふりかけのみ、飯なし。ふりかけシャカだけ。説明お前やばいな。え、待って、ふりかけってことはプロテインも OK。 この何言ってんのお前、何なの、何言ってんのお前。ほんと理不尽な暴力だよ、今のは。いっぱいあるからさ。え、ふりかけ何回食べていいの。何回もいいよ。いいよ。あ、もう無制限でいいよ、食って。あ、ほんとに。いっぱいあるから、一人もう味変し放題、最高。バカトゥバカで会話になってないの。はい、出せまえ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 、大きい声出すだけ。よし、やっていきましょう、レッツゴー。うわー、マジか。ゴー。早速食べていきたいと思うんだけど、最初何から食おうかな、これ見て。俺真ん中のやつがいい。これしょっぱないくの。いや、ザ・スタンダードだよ、これ。ザ・ふりかけだよね、これ。スタンダードエディション行こうよ、これ。じゃあこれ行く。そう、キョミーンってこうやって開けてね。パカッと開けるでしょ。おー、もう野菜です。あ、これこれこれ、ザ・ふりかけ、これ。あー、これね、懐かしい。最初、まじで僕これから、これから食べます、これ。野菜なんとか。すっごい本やすな、この味。こんな感じです、ふりかけ。まあ、ふりかけだね。ふりかけだね。一口目いくよ。ハハハハ、うめえ。いや、まあ味はうまいだろう。うん、だし一口ですね。たしょっぺ。じゃあ次ね、これこれが、見てください、ソフトふりかけ、ブンブーン。これえぐいで。おー、すげえ。魚やん、しっかり。ほら、ちゃんとした、あれ、これめっちゃいい。おにぎりの中身だよ、鮭。いや、知ってるわ。いや、まずでもね、しょっぺ全部。あー、塩分はやばそうだね。そもそもご飯に合うために作られたからね、これね。そうだな。そう、いや、しょっぱいよ、そりゃ。もう一個だけただ食べます。これ一番うまそう。ドリアンド卵そぼろ。これエースかもしんない、このふりかけ。いきます。サイン。ビリだった。これ一番しょっぺ。のりたま、これ結構優秀だと思ってるんですよ。生は、のりたま生は、ちりめん山椒。これなんか、たつきとか教員がこれうまそうとか言ってたから、ちょっとこれ食べてみますね。あ、山椒って感じ、山椒って感じ、山椒って感じ。ふりかけ生活で何が一番大事かって、ふりかけの味を楽しむことだから。見てるみんな、これきついと思うけど、全くきついです、マジで。全くきついです、これ。あ、でも、のりたまだけはしょっぱくない、クソ食いやすいよ。問題これなんですよ、匂いがさ、動物が食うやつなんだよ。小学校とか飼育の時にさ、食べたでしょ、食べたでしょ。ペットとか飼ってるさ、学校あるじゃん、それのこの味、あの匂いするし、味もする。大吉大吉大吉。あ、やめた、ごめん、タバカット。大吉ふりかけ早食い教則タイム。ヘイ、ということで皆さん、恒例です。大輝の早食いタイム。まずは、サーゲ、緑黄野菜、のりさま、とりあえずトリプルそぼろ、おいさま、ダギョン。それではよーさててるる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 。えぐい、しょっぱい、あーあ。食べまーす。15秒23。てるてるてる。ゴリラが餌付けをします、これから。もういいのよ、ふりかけ。じゃあ俺言ったじゃん、あの、あの初日のさ、タツキとかの撮ってる動画、俺塩分これやばいよって。俺その時いたっけ、
いない。じゃあ知らない。ふざけんなてめえ。全部味口の中でミックスしてる。あ、いやいやいや。あ、じゃあ10秒で今日。10秒で。はいはい、行く行く行くよ。まだ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 。スタート。1、2。さすが早食いの。うわ、見たことない顔してる。結果、タラコが一番強いです。あ、結局タラコなの。タラコ超強い。趣旨が違うんだよ、でも。チーン。いいな、スーランタンメンうまそうだな。本当に何がきついって塩分。いろんな味あるんだけど飽きたね全部。俺身につけてました。3日目にしよう。クソみたいな。ギョロギョロしすぎだろ。臭い。臭い、そのハンバーグ。おはようございます、皆さん。朝です。やっぱりね、朝と言ったら魚。だがしかし、このお方を登場させなければなりません。まんまずい、ふいん、ちょーん、ちょーん、サケなんですけど、見てください、この勇者たち。こいつらと共に僕は朝飯を過ごしたいと思います。僕もふりかけ生活、まあやっていく中で、やっぱりこいつらと、意思疎通しないといけないわけですよ。なんで、今日は、ピンクパンサーとしては、おしゃべりしながらね、ちょっと食べていきたいと思います。イエー。それではじゃあ、鮭からいきますね。こいつとの思い出は、まあ、ソフトだから、食べやすいって感じかな、これは。なあ、鮭。ほらな。こいつやっぱ、誰かと組んだら強くなる感じ。なあ。こんなゲームいいんだよ。こいつはあれ、俺たち。うん。でも、田中、こいつがね、ボスなんですよ。なあ。でね、ほら、こいつもうオラオラだから。はい、こいつをいただきます。めっちゃうまい。これもね、めっちゃうまい、ほんとに。ビッグ丼いいよな。いいですね。やっぱね、子供の頃から大人になってもずっとビッグ丼っていいよね。どうしたの美味しそう、美味しそう、あ、食いたい。焼肉ふりかけ、焼肉ふりかけ。水くれ、水。はい、次、チリメンジャコ。今、日本に含めを。おぉ、マジや。おぉ。すげえ、それだ。でもなんか、平気そう。平気じゃねえよ。やっと終わりました、ふりかけ。すごい、すごい。いやいや、違う。お前、動画見たことないんだ。そんな入り方もない。違うんだよ。お前送ったんか。いや、これには訳があるんだよ。これには訳があるんだよ。もうね、行っちゃうのよ。ふりかけ、ふりかけ食いすぎて。カタカナで行っちゃう。塩分取りすぎて、頭行っちゃうのよ。そういう意味で。塩分やばいって言ってたけど。お前のチェックしてやばい。やばかった。ちょっとさ、テンション差ないから分かんない。いや、いや、本気で。何がきつかったかって、はい、実家でご飯食べてて、こう家族がこういる中で、俺一人だけふりかけだからね。お母さんから、え、何してんのって突っ込まれるんですよ。それが一番きつかったね。もうあと塩分見たでしょ、俺がファミレスで食ってる時の顔。やばい。意外と腹は減らなかったらしい。全然減ら減らねえんだよ。減らねえよ。だっていくらでも食えるから。ああ、そうか。でも飽きやばいでしょ。それがね、いろんな種類あるから飽きないんですよ。なるほど、なるほど。そこが意外だった。いや、辛いよね、本当に辛い。3日間と違うね。そうそうそう。ちょっと俺も食べてみたよ。食べてみたい。あ、いいよ、あげます。あんの？めっちゃあるやん。めっちゃあるよ。めっちゃあるやん。それがたらことか。まだ開けてないの。はい、のりたま。のりたま。これ完璧よ。うまいね。うまい。マジでうまい。本当にうまい。じゃあ、のりたま開けてみ、のりたま。うん。あ、めっちゃ、うわ、でもこれ3日はやべえ。おい、うまいよ。しょっぱ。塩分きついよ。やばいっしょ。塩分やばい。マジやばい。まあこれからも絶妙な企画出してね、1週間企画、3日企画、大食いとやっていきますので、チャンネル登録の方がよろしくお願いします。お願いします。それでは次の1週間企画でお会いしましょう。バイ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 。